はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し昨日の阪神対巨人戦でですね、ヒートアップした場面がありまして、それについてちょっと僕のなりの見解というか、僕の意見をちょっとお話していこうかなというふうに思ってます。まあね、どういうことが起こったのか知らない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとね、全容をね、全貌をね、ちょっとお話していきたいと思うんですが、2日前のですね、阪神対巨人戦でですね、まあ、あの森下選手に、まあ、平内投手がね、ホームランを打たれましたと。平内投手が森下選手にホームランを打たれましたと。で、昨日、また再びね、マッチアップというか対戦がありまして、その際にですね、まあ、インサイドの厳しいボール、まあ、1球目に顔元のボールに行きまして、ちょっとこう、森下選手がね、こうのけぞってこう、地面にね、手をつくみたいな場面もありました。で、2球目も、まあ、インサイド要求して、2球目は1球目よりは少しマシなボールというか、ちょっと高めのちょっと抜けたような感じのボールがいって、で、で3球目に、スライダー行って、で、4球目にねスプリット行って、まあ、タイムリー内野安打、ショートへの内野安打を打たれたという場面があったんですけども、じゃあ果たして何がここの問題なのかっていうところなんですけども、まあ、ちょっとその平内投手の態度というかね、少しこうスポーツマンシップに欠けるところがあるんじゃないかというところで、少し炎上というかね、ちょっとこうヒートアップ、議論がヒートアップしているというところがありますと。で、僕の意見というか、僕が思う結論というかね、僕の意見はですね、まあ、平内投手の態度はね、ちょっと僕は悪かったんじゃないかなというふうに思いますけども、阪神ファンとかが、平内投手のインスタグラムとかに対して、誹謗中傷を行うことに対しては、ちょっとね、それはちょっと許される行為ではないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですね。というのもですね、まあ、実際どういうことがあったかっていう細かいところを言うと、顔元にね、まあ、昨日ホームラン打たれてますから、まあ、厳しく行くっていうのはね、いいバッターですし、もちろんなんですよね。で、1球目こう、顔元行って、すごく結構危ないボールで、で、ちょっとこう、森下選手がね、睨みつけたような形になりました。まあ、これに関しては別にそれはね、まあ、よくあることというか、まあ、昔からあることだし、それは仕方ないことというか、当然のことかなと思います。で、2球目に、まあ、その、インサイド、もう1球要求したんですね。で、僕、昨日の解説、試合解説で、よく2球目、もう1球、その、要求したなって、もし僕がキャッチャーだったら、おそらくアウトコースの変化球であったりとか、アウトコースのストレートを要求すると思うんですけども、もう1球、インサイドに行くってことは、相当ね、やっぱりいいバッターだと、打たれたくないというふうなね、ところを、まあ、長いシーズンも考えて、そういうところを考えてるんじゃないかなと思って、っていう風にね、僕は試合解説の方で言いました。で、その2球目もですね、普通にインサイド行ってたらまだ良かったんですけど、ちょっとまたパーンって抜けて、ちょっと危ないボールになったんですね。で、その時にちょっと平内投手がちょっと、まあ笑ってるではないけど、ちょっとこうなんか、ちょっとこうニヤッとしたような形があって、で、3球目にスライダーを投げた時に、まあ森下選手からしたら、2球インサイド結構危ない。背にましては球速いですから、球速いボールがバーバーっていって、で、3球目にスライダー来たんで、ちょっとこう腰が引けるような形になったんですね。で、それに対して、まあ、平内投手がね、ちょっとなんかお前腰引けとるやないか、みたいな感じの、まあ、わかんないです。なんて言ってるかわかんないですけど、まあ、そういう感じでね、口元を映された時に、まあ、多分おそらくそうやって言ってるだろう、みたいな感じでね、映ったんですね。で、まあ、それに対してね、岡田監督も、そのなんか、巨人残念やなみたいな、なんかあんなこう2球厳しいとこ行って、なんか3球目にこうスライダー行って、なんかこうね、ピッチャーがこう笑ってるというか、ああいうの、ああいう態度はちょっと、いかがなもんかみたいな感じで結構怒ったんですね。で、それに関しては僕は、配球として考えれば僕はね、別に全然悪くないというか、まあ、ピッチャーもね、狙ってそこを投げてるわけじゃないですから、まあ、そのわざとやってるわけじゃないんで、勝負なんでね、命かけてというか、人生かけてというか、生活かけてやってるわけですから、そこはね、いいかなと思うんですけども、少しその、態度というところでね、うん、ちょっとこう、2球行って、まあ、昨日打たれてて、その前日に打たれてるから余計こう、なんて言うんだろう、カッカカッカしてるというか、絶対抑えたるぜ、みたいな気持ちがあって、少しお前引け取るやんけ、みたいな、まあ、そういう感じのね、笑みを浮かべて、その態度に関して言うと、
僕は良くなかったなと思います。うん、その配球の手話はまあね、インサイドしっかり攻めて外で変化球でっていうのはよくあるパターンですし、打者もね一番打ちにくいパターンの一つだと思うので全然ありだと思うんですけども、少しその、2球いって、まあ、岡田監督の言う通りね、ちょっとこうなんて言うんだろう、うん、スポーツマンシップにかけるとか、別にその笑ってなかったりとか普通にしてたら別にそこまで僕は思わないんですけども、ちょっとねそのヒートアップしすぎかヒートアップしすぎかなっていうところはね、正直、僕の中でもありますと。で最後ねスプリットという球種を4球目にね投げたんですけど、それをうまいことね、森下選手がもう気合で打ったというか、もう負けん気で打ったというかね、なんやこらみたいな感じで打ってね、ショートで内野安打打って、まあ一塁でね吠えてたっていうのがあったんですけど、まあやはりまあ、いろんな意見あると思いますけども、配球としては全然悪くなかったと思うんですが、まあ、わざと投げてるわけじゃないですしね、岸田選手もこの顔元にこうやって構えてるわけじゃないんで、普通にこうインサイド構えててこう高めに抜けたっていうのがあるんで、配球としては良かったんだ、良かったというか、まあ、普通にいいんだけど、態度がちょっと良くなかったなというふうに思います。で、どの球団のファンもですね、まあ僕も、ジャイアンツファンですし、ジャイアンツの選手っていうのは頑張ってもらいたいし、どの球団のファンの人もですね、その球団をひいきに見てるというか、まあ頑張ってもらいたいと思って応援してるわけですし、大切だというのはわかるんですけども、少し、まあ皆さんも分かってらっしゃると思うんですけど、阪神ファンはちょっと過激になりすぎというか、うん、その、阪神ファンを悪く言うわけじゃないし、日本一熱い、球団のね、一つかなというふうに思いますけども、ちょっとその、なんて言うんだろうね、批判というか、相手、まあ、この間もありました、高梨選手が、まあ、近本選手かなにデッドボール当てて、高梨さんの SNS にね、すごいこう誹謗中傷があったりっていうのがあったと思うんですけども、まあそれはね、やっぱりこう、自分が応援してるファンというかね、自分が応援してるチームの選手っていうのはもちろん一番大事ですから、その気持ちはわからなくはないんですけども、やはりその相手のチーム、別にそれは巨人、がそうやって批判されたからって言ってるわけじゃなくて、どの球団の選手もですね、家族があったりとかその人の人生があったりとか、あるわけですからね。で SNS も今こう大体みんながやってる、多くの人がやってるっていうのがあるので、でね、そのコメント欄であったりとか DM であったりとかっていうのも選手が見たりとか、間違いなくすると思うので、そういったところでその選手も一人間ですし、わざとやってるわけじゃないし、正直ね、うん、その選手も生活かかって、例えばデッドボール当ててランナー出してそれを返されたら、返されたでその選手のね成績も悪くなりますから、そのわざとやってるわけじゃないんで、そこをね、なんて言うんだろう、うん、言い方は難しいんですけど、その大切にする気持ち、阪神ファンがね分かるんですけども、それをそのちょっと過激になりすぎというか、相手選手に対して誹謗中傷までしてしまうっていうところは、ちょっと阪神ファンは改めるところじゃないかなと思うし、僕が言うべきことじゃないかもしれないけども、やはり、言われた選手っていうのは、まあ、傷つきますし、その、ね、批判するぐらいだったらいいと思うんですよ。なんであそこにボール投げたんだぐらいだったらいいと思うんですけども、死ねとか貸すとか消えろとか、お前なんかもうそういう、人格を否定するような、ね、言葉っていうのは、必要ないと思いますし、過剰だと思いますし、その普通に言うぐらいだったら、普通に、まあ、批判するぐらいだったらいいと思うんですけども、そこのね、なんて言うんだろう、過激度というか、そこのその批判なのか誹謗中傷なのかっていうところは、ちょっとね阪神ファンの方は気をつけるべきところかなと思いますし、まあ、また戻りますけど、話戻りますけども、すごくね熱のあるというか、いいファンなのはみんなね、日本全国みんな知ってるわけですけども、少しそう過激になりすぎるところも、たまに傷というか、ちょっとこう、なんて言うんだろう、難しいところというかね、傷つけてしまうのも、傷つけてしまうところは、阪神ファンの良くないところなんじゃないかなと僕は思うので、みんなが気持ちよくね、どの球団のファンも気持ちよく、どの選手も、気持ちよくというか、やれるのが一番ベストかなというふうに思うので、そういったところは、まあ、SNS の使い方であったりとか、まあ、選手に対する誹謗中傷であったりとかっていうのは、やめた方がいいし、やめていただきたいなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、ちょっとこうヒートアップした話題というか、まあ、すごく難しい問題というか、まあ、選手間の中でね、僕がわからないようなところでいろいろあったりとかするかもしれないんで、
何とも言えないんですけども、まあその結論をまとめますと、まあ少し、僕はジャイアンツファンで、ジャイアンツをね、まあひいきに、まあ少し見てますけども、それを踏まえたとしても、ちょっと平内投手の態度っていうのは、少しね、いかがなものかなって、スポーツマンシップに欠けるところがあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっと動画にさせていただきました。ただ、阪神ファンの方がですね、過剰にね、平内投手に対して、まあ、誹謗中傷を行うことに関しては、僕はそれは良くないことだというふうに思ってますんで、巨人ファンもね、阪神ファンも、それ以外のファンもですね、そういったところには気をつけて、野球観戦を楽しんでいただきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。